あ、映ってる、これやばくない？はい、こんにちは、こんばんは、おはよう、りです。今回ですね、サラリーマンと専門職と、経営者と投資家というね、世の中4種類の人がいて、その専門職と呼ばれる中の、教職員の方のちょっと話をねさせていただこうかなと思いまして、これ実際にそういう方と話す機会がありまして、でこの少子化の時代で、例えばね、少子化の時代でこの先生の数とかで不況とかでなんか減っちゃうんじゃないのと、ね、あとは AI がこれからね発展してきて教師の、ね、仕事とかいらなくなっちゃうんじゃないのとかって思う人もね中にはいると思うんですよ。で自分もちょっとそういう感じで普通のサラリーマンと同じ目線で見てたんで、どうなってるのかなというところを聞いたんですね。でまずね、普通のサラリーマンとかっていうのは結局、段階世代がまだね、もう引退しましたけども、段階ジュニアっていう今度ね世代、俺とか俺の上のもっと世代、バブル世代の人たちっていうのが今50代とかでやってるわけなんですけども、で60で定大体60とか65で定年になってくるというところで、大体60定年として考えて、その世代がもうすぐいなくなるわけじゃないですか。でごっそり抜けるわけですよ。で普通の企業っていうのはここで人員補充だとか、考えたり、あとはAI に切り替えられるものは AI にしていくっていうことをやっていくと、10年ですから、10年内には何かしら AI に切り替わっていくのかなという想像もつくと思うんですね。でじゃあ教師の方とかってどうなのと、なくなっちゃうの、少子化だし、ね、クラスもほら減るわけじゃないですか。学校も統廃合とかあったりするんですけども、ちゃんと子どもがいる地域、この1都3県ぐらいのレベルであれば、ちょうどその段階ジュニア世代とかその50代とかの人がごっそり抜けるんで、その上も抜けちゃってるじゃないですか、60定年になってて。だから結局抜けた分だけ補充しなきゃならないと。だから AI にまだ切り替えるっていう時点はない、話はないわけですね。この次元の話ではない。やっぱり人と人のコミュニケーションね、その生徒と教師のコミュニケーションっていうのを図ったりとかね、人間形成をしていくのは機械じゃできないわけですよ。AI が人のその人のことを考えて親身になって相談だとか、そんなもんできませんので、あくまでも統計的な何かデータで判断してなんか答えを出すぐらいの、もうイエスかノーかみたいなところしかないわけですよ、だからそれは置いといて、そういうのないかなというところで、やっぱり今ないみたいです。実際に話を聞いたんですよ。実際に話聞いた話だって、ね、実際現役の方から話を聞いたんで、だから逆になり手がまだまだ必要だよというのと、なろうという人もちょっと少ないのかなというところでね、やっぱりそのモンスターペアレントの問題だとか、で子ども自身にこう教育するときにどう叱ったらいいのかっていうね、叱り方の問題もあるわけじゃないですか。ちょっとこう叩いたりなんかやったりしたら、あと暴言でも今は騒がれる時代で、非常に難しい、ね、難しいものを扱ってる職業だなというふうに思いますね。だそれを逆になりわいとしてずっとやられてるっていうのは、すごい人間的に素晴らしいなっていうふうに思いますね。自分だったらやっぱりほら、ね、自分はもし教師になっちゃったらちょっと手は出さないにしろ、ね、声を荒らげてしまうということもあるかもしれないじゃないですか。それを やらずに生徒を指導していく、ね、正しい道へ、導く、なんていうか道しるべになると。あとは個人個人 の、自己責任の問題だから。で自分自身 の親戚にも教師をやってる方がいるんですよ。で教師同士でその方は結婚してて、今50代半ばになるのかな。で旦那の方も同じような年代で小学校の教師をやっていて、で今中学の教師、その男の人は小学校だったかな。で女の方はね、うちの親戚の女の方は中学の教師をやってるんですけど、すっげえ人気らしいですね。でもう評判も良くて、ほんとスポンジみたいな人なんてあまり怒ったりもしないし、でなんかね、子供と同じ目線で一緒になって考えて、なんかやっていくみたいなね、なんか結構古い考えっていうか、アナログな考えでやってるんですけど、それが功を奏して、すごい今順調にそのずっとね、もう教職員やって、で今豪邸に住んで、孫も今度ね生まれるということで、ね、娘2人いるんですけど、その片方の方が、子供がねできたよと。もう本当に絵に描いたような幸せな家庭を今、作ってる、状況ですね。で話がちょっとそれましたけども、その教師の方とかっていうのは、そういうね、ちゃんと
いなくなるんでやっぱり補充が必要になってくるよって、じゃあその少子化だとかその統廃合ね、学校の統廃合で減ってってんじゃねえのっていう、その問題になってるのは地方の話です。やっぱり地方あの1都3県以外、あと大阪府とかほらあの名古屋のある愛知県とか、そういう都市部は別として、その周りの、まあ、ちょっと言い方悪いですけど田舎地区の方は、そうやって少子化がね進んだり人が離れていったりとかでね、まあ、人口自体が、日本の人口自体が減ってますから、だけどそれであっても教師はまずクビにならないらしいです。リストラとかっていうのはないらしいですね。すごいいいですよねそれはね。ただね、ただよ、そのリストラにならない代わりだってその県に勤めるとこはないわけだから他県に行かされるわけですよ。だから転勤とかそういう単身赴任とか問題ない方であれば全然いいんでしょうけど、それが嫌だと結構きついですよね。そうすると多分自動的に自分から辞めることになってくるのかなと。そして違うことをやり出すとかね、元教師ですっていう肩書きでやれば、まあ、塾の先生だとかね、そういうねセミナーのなんかこう経営だとか、ね、今まで貯めた金で運営とかできたりするわけですよ。あと投資家に回るとか、まあ、いろんなやり方があって、人よりも給与は高いですから、普通のサラリーマンよりも。ただ、ね、基本給はそんなには増えないらしいですよ。その20年30年やって10万20万ボカンと上がってるのかって、そんなことはないって言いました。でその方で10万以下、という話だったんで、あと何がっつったらボーナスがいいという形ですね。それで年収が高くなっていくというところで、まあ、ただね、そんな年収ボカンっつったって1000万とかそういうのは、もう校長先生だとかそういうクラスになってくるのかなっていうところで、でその方もまあ現役の普通の教師で年二十何年やってて、まあ1000万はいってないですから、うん、なかなか大変な仕事かなっていうふうには思いますね。で結局はだから地方の方も少子化とはいえ学校の統廃合はあるんだけれども、他へ回したり転勤とかっていうのがあるんで、だからそんなクビにならないよと、だから食いっぱくれることはないと。だそうやって飛ばされても普通にしがみついていけば、サラリーマンよりか全然いい生活ができるわけじゃないですか、うん、だからその婚活でも女性がやっぱり、まあ、響いてくるっていうかね、その教師って聞いて安定だなっていうね、安定があって食いっぱくれないっていうふうに思うらしいんですけども、仕事的には大変ですよね。一番は小学校の先生がね大変だっつってましたね。だって小学校の先生って全教科を見なければならないんで、でそしてクラブ活動に参加したりもあるわけでしょ、顧問になるとかっていうのもね。だからそうすると時間がなかったり、全部のクラスのテストの採点もやったり、その人のその子のね全部歩みとかがあったでしょ、成績表とかそういうのを書かなきゃいけないっていうのもあったりするん で、まあ、中学高校になってくると、まあ、担任って持つけれども、担任持って全部だってその日その担任が全教科を見るわけじゃないんで、例えば国語だったら国語とか社会だったら社会だけを見て回っていくっていう感じになるんで、だから多少はまだ小学校の先生よりも比重が、ね、楽になるのかなっていうと、楽ではないですよ。そこと比べたら楽って話であって、普通の企業と比べたら全然楽じゃないですよね。絶対俺も慣れないです。そんなもうブラックすぎて無理ってなっちゃいますん で中学高校になってくると、今度が部活の顧問とかになっちゃうと思って、余計に仕事が増えるわけじゃないですか。見てなきゃいけないとか、帰れないっていう状況、部活が終わるまで監視しなきゃいけないんで、まあそれは大変だなというね。まあそういうのを知った上で、そういった方々とね、ハイステータスな職業の方と付き合いたいって女性の方、ちゃんと考えた方がいいと思いますね。そういう多忙な状況を分かってくれるのかっていうね、もう会いたいって気持ちですぐ会ってくれるような、もう暇な男連中とは違いますんで、まあ、いろんな都合があったり、ね、急に呼び出されたりとかっていうのは、ね、それも消防士とか警察官なんかもっとありますからね、大変です。それなのにそういう職業の結婚相手に望んでいる女性っていうのは、俺非常に滑稽だなというふうに思いますね。ちゃんと相手の職業の状況とかを把握している人って少ないと思いますので、まあだからそういう方と結婚したい方は、ちゃんと相手の職業を理解した上で、相手の生活に合わせる、相手の条件に合わせるということをやらないと難しいですよということですね。まあちょっと話がそれましたけれども、実際の教職員の方の、まあ不況にも強いよっていう理由はここですよというところで、豆知識として知っていただけたらと思います。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。